皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回も前回に引き続きファイナルソードの続きをやっていくよ。前回はゴブリンやゾンビの大群にボコボコにされましたよね。あそこは本当に難関だったよね。それで今回は何をやっていくんですか？今回は前回なんとかたどり着いたドワーフの村で武器を買おうかと思ったんだけど、今は魔物のせいでミスリルが取れないって言われたんだ。だからその魔物を倒してミスリルを取りに行くってミッションをやっていくところだね。ドワーフでも手を焼いている魔物にただの人間であるマイスターさんが勝てるんですかね。僕は勇者だからいけるって。それじゃ早速やっていこう。さてさて、ミスリル鉱山にいる魔物っていうのはどんなやつかな。アイスゴーレムって表示は出てるけど、どこにいるんだ。目の前にいるじゃないですか。あ、お前なのか。普通に背景と同化しててわからなかった。ボスじゃないやつが邪魔するんじゃねえ。まずはこの犬から倒して。このいて、今パンチで100くらい削れましたね。世界を狙えるいいパンチだ。危うく意識を刈り取られるところだったよ。刈り取られるのは意識じゃなくて命ですけどね。でも今のでわかったぞ。こいつは格闘攻撃しか持ってないから、それを避けてしまえばそんなに難しくはない。はははこれは勝ったな。いや、硬すぎませんかね。さすがはゴーレムタイプですね。これ本当にクリアできるんですか？まあどんなにダメージが通らなくてもやるしかないんですよ。ちょっとドワーフの戦士さん、少しでいいんで手伝ってもらっていいですか？この勇者人望はないですから、誰にも助けてもらえないんですね。おかしい。お姫様に求婚された勇者なんだから、少しくらい冒険についていきたいですみたいな人が現れてもいい気がするんだけどな。あってもなんか知らないうちに思ったより削れてるね。強攻撃でなら普通に削れるんですね。今までところどころでしか強攻撃を使ってこなかったけど、こんなにダメージが違うならもう強攻撃メインで戦った方がいいのかもしれないね。というか強攻撃よりこの抜刀強攻撃の方が強いじゃん。抜刀攻撃って溜めてる間にスタミナ消費するから全然使ってなかったですけど、隙も少ないですし威力も高いですし意外な発見ですね。これはこのアイスゴーレムも結構余裕で倒せる気がしてきたね。まあ攻撃した後にスタミナ回復の時間があるから、時間自体はそんなに変わらないかもしれないけど、でもダメージは入りますし早い方ですよ。それじゃどんどん削っていこう。ようやくここまで削れた。攻撃自体は通るようになりましたけど、スタミナを使う関係上思いのほか時間がかかりましたね。レベルが上がってもスタミナの回復速度は上がらないからね。まあ一応スタミナの上限自体は上がってはいるみたいだけど。よし、残り一発だ。くらえ。たわいない。ようやく倒せましたね。ここからミスリルの鉱山の中に入っていくのかな。というかこんなのが門番なら中のボスはどんだけ硬いんだよ。ミスリルの鉱山ですから、きっと体の中にミスリルを取り込んでるんでしょうね。そんな取り込んだ相手の能力を使うタイプの敵はいないでしょ。まあいいや、それじゃ入り口を探していこう。あの後いろいろ探してみたけど、鉱山には入れませんでした。入れなかったんですか？どうやらあのアイスゴーレムがミスリル鉱山にいた魔物だったみたいだね。というわけで装備を全部ミスリルにしました。さて、装備を揃えてはみたけど、この後何をするんだっけ？神聖なきに行くんでしょ？あ、そうだった。ゾンビの群れに襲われたりとか、アイスゴーレムとかいろいろあったから忘れてたよ。それじゃ早速神聖なきを探しに行こう。レベル上げとかしなくていいんですか？大丈夫だって。装備も新しくしたし、なんなら結構サクサクいけちゃうんじゃないかな。このゲームはそこまで甘くない気がするんですが。ほら、そんなことを言っていたらまた変なのが来たじゃないですか。なんだこいつ、まさかこんな短いスパンでボス戦があるとは僕も予想外だったよ。どうやらこのグリフォンを倒さないことにはこの先には進めないみたいですね。こいつが本当の門番だったということか。いや違いますね。それにしてもこのグリフォンって見た目的にはそんなに強そうに見えないよね。見た目で言ったら序盤に出てきたマンチコアの方が強そうなんじゃないかな。それを言ったら序盤に出てきたトロルは終盤まで通用する見た目をしていましたよ。それもそうだね。さてグリフォンの実力はどんなものかな。ふむ、防御力はそんなに高くないみたいだね。結構攻撃で結構削れてますし、これは本当にそんなに強くない敵が濃厚になってきましたね。いや、でも待って、攻撃力は結構高いみたい。とりあえず一旦距離を取って回復をしないと。というかこの蛇みたいなやつ邪魔すぎだろ。この蛇と少しでも距離を取ると氷の攻撃をしてきますからね。そ、こいつさえいなければグリフォンなんて敵じゃないのに。いや待てよ、これは逆に僕も遠距離から魔法を打てばいいのでは。蛇の攻撃に当たらないようにグリフォンに魔法を当てていくんですね。これはもうグリフォンとの戦いじゃない、この蛇との戦いだ。お前の攻撃が当たるのが早いか、僕がグリフォンを倒すのが先か競争だ。なんか違うゲームが始まった。この戦いのコツは常に視界に蛇とグリフォンを入れておくことだね。この攻略法がある限りグリフォンなんて敵じゃない。蛇を倒すんじゃダメなんですか？噂によると蛇は無限湧きだから倒しても意味ないんだよ。まあ魔法でいいダメージ出せてるし、蛇なんて倒さなくても平気平気。本当なんですかね。というか今マグマボールって魔法を使ってるんだけど、この魔法当てるとグリフォンがダウンするんだよね。本来ならここで殴るんだろうなって気はしてる。それじゃ攻撃しましょうよ。しかし僕は慎重な男、ここは無理に殴らず魔法で削る。勇者ならもっと剣で戦いましょうよ。実際これをやってれば負けることないよね。そんなことを話してるうちに半分まで削ってこれたね。やはりグリフォンは見た目も実力もマンチコアに勝てないのか。HP が半分になりましたし、何か
た攻撃パターンと関わるんですかね。で、飛んだ？まさか空からの攻撃とはな。しかしその程度飛んだとは言わない。魔法で削り切ってやる。あ、ちょっとその連続攻撃は怖いんでやめてもらっていいですか。浮いたことによりさっきより素早く距離を詰めてきますね。ちょっと難易度が上がったね。しかし回避をしていれば当たらないのは同じだ。蛇の方に当たってるじゃないですか。なんでこうなったんだ。周りが見えてなかったからでしょうね。さっきのは事故だから普通にやってれば当たることはないんだ。もう当たらない方が難しいのでは。まずいまずいまずい。お願いします。早く氷溶けてください。よし、ダウンした。危うくまたゲームオーバーになるところだったよ。しかし抜け出してしまえばこっちのものだ。回復してボコボコにしてやるからな。あと少しのわずなのになかなか削れませんね。このグリフォンとヘビのコンビ普通に強いから結構厳しいんだよね。しかし HP 的には残り1発だ。これはうまく当てるしかない。当たれー。なんて熱戦だったんでしょうか。道を通るためだけの戦闘とはとても思えない内容だった。それじゃ先に進んでいこう。今更だけどこの雪の山の敵は全体的に氷系の攻撃をしてくるみたいだね。だからタイミングよく当たるとこんな風に一生凍った状態になるんだよ。跳ね技をするならわかるんですけど、されるってどういうことですか。これが雪国の厳しさか。さて、うよ曲折あったけどようやく木の目の前まで来れたね。道中だるいモンスターが多すぎてめちゃくちゃ苦戦しましたね。マジであの氷の攻撃の判定どうにかしてほしい。ってまたボスかよ。この雪の山に来てから本当にボスのスパン短いですね。一体この雪山に何体のボスモンスターがいるんだ。もしかしてこの山が魔の山だったんですかね。そんなところにある木はもう神聖な木ではないでしょ。そう、結局こいつを倒さないと神聖な木には近づけないのか。でもさっきのグリフォンと違ってこのサイクロプスは一体だけで効いてますよ。確かにさっきのグリフォンも結局蛇の邪魔があったから苦戦しただけだしね。そう考えると普通に簡単じゃないかと思えてきたな。突然強気になりましたね。サイクロプスの攻撃はそんなに速いわけでもなさそうだし、モーションもわかりやすいから避けやすいね。そして何よりこのサイクロプス二足歩行だから全然後ろが取れると。突然相手のことが見え始めましたね。もしかしてここに来て僕の勇者力が覚醒したとでも言うのか。いや、それはないですね。でもずっとサイクロプスの後ろを取っていますし、マジで簡単に倒せそうですね。こんなの余裕すぎるね。ふ、二足歩行だったことを恨むんだな。は？一体どこから飛んできたんだこの攻撃は。ひー、すいません、やめてください。マジで誰が攻撃してきたんだ。またお前かー。怠慢かと思われた戦いにクソヘビがまたちょっかいを入れてきましたね。マジでなんなんだこのヘビは。不快な攻撃しかしてこないじゃないか。というかこの戦いサイクロプスの攻撃を避けてればよかっただけなのに、意識外からのヘビの攻撃も避けないといけないとか難易度爆上がりしすぎだろ。これがこのゲームのやり方ですよ。もう少しやり方があったんじゃないかな。ヘビの嫌がらせにもくじけずここまで削ることができた。さっきよりレベルが6も高いんですけど、さっきの戦いは普通に負けたからイライラしすぎてレベル上げをしちゃった。というわけで僕もとうとうレベル50の大台に乗ったわけだね。レベル50の勇者がこんなサイクロプスに負けるわけがないんだ。とうとうレベルの暴力に出たんですね。魔法に頼ってたのが間違いだったんだ。やはりレベルを上げるのが最適解だったんだ。それにしても相変わらずいいタイミングで凍らせてくるなこのヘビは。敵でなければ最高の相棒になれたかもしれませんね。しかしここまで来てしまえばもうお前の凍らせる攻撃も意味はない。あと一撃で終わらせてやる。行くぞ、サイクロン対風切り。長い戦いだった。ようやく神聖な木に行ける。何が起こるか気になりますね。さて何が起きるかな。木が喋ってるだと。そりゃ神聖な木ですからね、喋りくらいはしますよ。いや、いくら神聖な木でも普通は喋らないよ。これ実はこの木も魔物なんじゃないか。さすがにそれはないと思いますけど。まあいいや。それでこの神聖な木は何を教えてくれるんだろう。どうやら主人公が勇者っていうことを改めて教えてくれたみたいですね。いや、それは知ってるんで、できれば今後何をすればいいか教えてくれないかな。一応今後の目標も教えてくれてるみたいですよ。ふむふむ、悪の根源なるものを倒すのが最終目標みたいだね。悪の根源は千年眠ってたドラゴンみたいですね。つい先日デイモンと戦ったけど、悪の根源は大魔王とかじゃなくてドラゴンなんだね。それじゃデイモンの立ち位置ってどこなんだろうか。まあそこは気にしたら負けですよ。というか勇者ってドラゴンを倒すために生まれたのか。もうドラゴンスレイヤーに改名した方がいいんじゃないだろうか。ドラゴンスレイヤーより勇者の方が英雄感があるんじゃないですかね。そういうものなんだろうか。それでドラゴンを倒すにはドラゴンの盾とドラゴンの剣が必要になってくるみたいですね。ということはとりあえずの目標はその二つを手に入れることかな。それにしてもドラゴンの剣はわかるんだけど、ドラゴンの盾ってどうせボスモンスターはガード使わないから必要ないんじゃないか。きっとドラゴンの剣とドラゴンの盾を揃えることで効果が発揮されるんですよ。なんかモンハンの装備みたいになってきたね。さて神聖な木との話も終わったし、一旦村に帰るか。あっちょっやべ、ミスって進んじゃった。何やってるんですか。こんな体力できちゃったけど、これ帰れるんだろうか。まあ進めるところまで進んでみましょう。
それにしてもこの神殿デイモンと戦った場所に似てるけど何か繋がってたりするのかな。どうなんでしょうね。このゲームの使用上そういったところが掘り下げられることはなさそうですけど、設定では繋がってそうですよね。出てくる敵もデイモンっぽいですし。いや、普通の敵でこいつってこの神殿もしかしてめちゃくちゃ難易度高かったりする。そう、やっぱりこんな体力で来るんじゃなかった。まあ一度ゲームオーバーになればきっと神聖な木の前からになりそうですし、ここでやられるのも手ですよ。確かにね。でも僕は諦めない。まだ回復は十分残ってる。これで僕は行けるところまで行くんだ。今帰った方が多分時間の節約になる気がするんですが。それは一理あるけど、まあ今回の戦いはこの敵がどれくらいの実力かを確かめるための戦いでもあるから、普通に勝てないようだったらまたレベル上げをしないといけなくなるしね。レベル上げ前提なんですね。敵の攻撃パターンを覚えるよりレベルを上げた方が楽だから。それにしてもこの敵の攻撃意外とダメージが低いな。一発食らっても20くらいですし、そんなに強いってわけじゃなさそうですね。これは本当にこのまま最奥までいけるかもしれないね。さすがにそれは言い過ぎな気がしますが、奥を少しで倒せそうだね。ふう、なんとか倒せた。さすがに最初の戦闘だったから少し苦戦したけど、動きをよく見て戦えば楽に倒せそうな敵だったね。ダメージがそこまで高くなかったっていうのも楽に倒せた理由の一つですね。さてと、なんだかんだ奥まで来ることができたね。そろそろボス的なやつと戦えるんじゃないかな。ってこの床乗ってる間動き続けなきゃいけないのかよ。走るより床の方が速いってどういうことだってばよ。罠にはめられましたね。さっきのでこの床の仕様は理解した。次は落ちないぞ。とりあえず床の先の方でずっと走ってれば落ちないわず。よし、なんとか対岸にたどり着けた。動く床でゲームオーバーの危険があるってこのゲームくらいですよ。これがファイナル総力降りて。さて、それでこいつがボスかな？この神殿って悪魔の根城ってわけじゃないんですね。こいつも一応悪魔といえば悪魔なんじゃないかな。いきなり死刑宣告を食らったと思ったら戦闘が始まったんだけど。準備できてるんですか？任せてくれ。このボスだけは事前に調べておいたのさ。このボスには魔法攻撃が非常に有効らしい。つまり魔法で攻撃すれば余裕な技だ。果たして本当なのか。まあ攻撃自体させてもらえないわけなんだけどね。そ、こいつも凍らせる攻撃をしてくるのか。終盤になるにつれて凍らせてくる敵が増えましたね。凍らせられると何にもできなくなるからやめてほしいんだけど。しかし一旦抜けてしまえばこっちのものだ。このまま魔法で削り切ってやるぜ。魔法が非常に有効なんですよね。おかしいな。事前の情報だと魔法が有効って話だったんだけど。全然食らってるように見えないんですが。きっとダメージじゃなくて魔法ならずっと攻撃し続けられるとかなんだよ。絶対違うと思うんですけど。まあそんなことできるわけないよね。知ってました。とりあえず回復をして一度体勢を整えよう。時間をかければきっと勝てるはずだ。あれ、回復できないんだけど。いつの間にかやられてましたね。これクリアできるのか。十数回リトライしたけど、なんかこのボス以外が一切湧かないパターンを引き当てました。そんなパターンあるんですか？条件なのかは知らないけど敵が一切湧かないんだよね。ということでこれは本格的に魔法を打ってれば勝てる戦いになってきたね。まさに一方的な攻撃ですね。ははは、どうだ、圧倒的な魔力に屈する気持ちは。勇者に逆らうんだからこうなるんだぞ。卑劣以外の何者でもないですね。よし、倒した。今までのボスの中で一番時間がかかったかもしれない。というか経験値もあんまり美味しくないし、何だったんだこいつは。まあいいや、さっさとドラゴンの盾をもらって帰ろう。なんだこの意味深な空間は。またボスと戦うの？まさかの連戦ですかね。おいおい、ここにこんなに詰め込まなくたっていいだろ。しかも今回はさっきと違って近接系のボスみたいだし。一応そこはバランスを取ってるんですね。こんなところでバランスを取るならもう少しボス戦のバランスを取ってほしかったよ。さっきの戦いでだいぶ消耗したけど倒せるんだろうか。この動きを止めれる魔法のおかげで一方的に攻撃できたから楽に倒せたね。さて、あとは盾を取って帰るだけだ。この盾で何か変わるんですかね。若干カウンターの猶予時間が増えるとかあればいいんだけどね。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。